皆様こんにちは。三井住友 DS アセットマネジメントのマーケットのご意見番の時間です。本日は私、調査部長の渡辺がお届けします。今回のテーマはこちらです。アメリカ大統領選挙、2人の候補者の外交政策とアジア資産の見通しについてご説明します。アメリカの大統領選挙の投票日は11月3日で、再来週に迫ってきました。米中関係は緊張感が高まった状況が続いていますが、2人の大統領候補の対中政策は大きく異なるため、両国関係は次の大統領が誰になるかによって大きな影響を受けると見られます。早速2人の候補者の対中政策を確認します。現職のトランプ大統領は強硬的なスタンスを継続すると見られます。その主張は100万人の雇用を中国から奪回すること、次にハイテク規制の強化、3つ目に軍事力抑制です。またアメリカファーストという米国第一主義はそのまま続きますので、これまでの延長線上のような状況が続くと見込まれます。一方のバイデン前副大統領の公約を見てみましょう。バイデン候補は民主党で、もともと民主党は中国に対して融和的でしたが、これは今や全く変わっています。中国の台頭に対し民主党も危機感を強めています。特にハイテクや軍事の分野などで強硬姿勢を取ると見られます。一方経済に関しては、中国との相互依存に前向きで条件付きですが、トランプ通商政策の巻き戻しが公約の中に入っています。すなわちハイテク分野での衝突は今後も続きますが、それ以外の経済分野では両国の関係が改善する可能性があります。バイデン候補の公約には人権問題重視もありますが、中国はスルーするでしょうし、大きな経済的な問題にはつながらないと思われます。このようにバイデン氏が大統領になった場合は、依然としてハイテクと軍事などの分野で中国との対立が続きますが、経済全体で見るとプラスになる公算があります。また中国と対決姿勢を取る分野でも同盟国との共同戦線を取る模様ですので、トランプよりも国際政治的には落ち着いた状況が見込まれ、金融市場での不透明感がさほど高まらないことも考えられます。以上が両陣営の対中政策です。これらを受けてアジア資産の見通しについて検討します。まずトランプ大統領が再選した場合は、米中間の対決色が続くため、アジアの金融市場にとっては不安材料が続くことになるでしょう。景気の回復が続き、インフレが落ち着いているのであれば、株式市場は基本的に上昇トレンドが続くと考えられますが、米中対立が激化するニュースが出る都度、市場の変動性は高まるでしょう。次にバイデン氏が大統領になった場合は、米中経済にとって前向きな状況が訪れる可能性が高いと考えられ、景気に対して感応度の高い銘柄の株価がしっかりとする可能性があります。なお軍事、ハイテク、人権と米中対立が完全に解消することはないため、一定の不透明感は残りますが、トランプ政権下での不透明感と比べますと、対立感が薄まる点は市場にはプラスと思われます。なおハイテク分野の両国の対立はどちらが大統領になっても継続する見込みです。技術力は軍事力や世界的な覇権争いに直結するため、両国とも技術開発の強化には総力を挙げて取り組むと見込まれます。さらには米中対立によって米中のライバル企業の自国市場への参入が妨げられるという点では、実は企業にとって悪くない状況であるとも考えられます。特にこれはソフトウェアの分野において顕著です。例えば中国では Facebook、Google は使いませんし、 Amazon も中国から撤退しています。まあ、このように両国経済や技術が伸びていく中、米中対立によって自然と参入消費ができていると考えると、米国
中国のハイテク企業にとっては業績が伸び、株価もそれによって支えられる構造が長期化すると考えることができます。こういった IT 業界での構造は大統領がどちらになっても変わることがないと考えられますので、テクノロジー株に強気な投資家はそのスタンスを続け、そうでない投資家も悲観する必要はないと考えられます。こういった前向きな目で米中両方のテクノロジー株をご覧になってはいかがでしょうか。マーケットのご意見番、今週は以上です。また次回お会いしましょう。